はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画は、腰痛編2024版の総集編動画となっております。総集編はですね、前半と後半構成となっておりまして、この動画は前半になります。この前半、理解編ということで、5本の動画、腰痛のことを正しく理解する。データからの腰痛の原因と分類。腰痛をガイドラインから読み解く、腰椎圧迫骨折、ぎっくり腰と、それからヘルニア、脊柱管狭窄症とはというこの5本の動画を再編集しまして、1本の動画にまとめたものをですね、この後配信をさせていただきます。で、腰痛、改めてその特徴なんですが、腰痛というのは影響がこう多岐にわたるために、原因の特定というのはやはり難しくて、さらに原因不明も一定数存在するということがあります。例えば腰そのものが原因で腰痛が生じたとしても、それがですね、例えば治療とかリハビリをするということで改善したとしても、またこれまでと同じ生活を繰り返してしまうと、これがまた再発をしてしまうリスクが高まるというふうになってきます。なので、つまりどういうことか。腰痛は全ての人が何々するだけで腰痛が治りますとか、たった1回で腰痛が治りますとか、 100% 必ず治る腰痛治療法がありますということは現状ありえないということが大きなテーマになってきます。なので、腰痛を根本的に解消しようという場合には、腰自体の問題もちろんそうなんですが、腰以外の体の機能の問題ですとか、例えば痛みに対する不安とか恐怖ですとか、気分といった心の問題もそうですし、それから暮らし方ですとか住環境というところの問題まで含めて、腰痛のことをやっぱり幅広く知って理解する、その幅広い視点から正しく知るということが大事になってきますので、ぜひこのことをですね、参考にしていただけると幸いです。それではどうぞ。今回の動画は、腰痛のことを正しく理解するということで、腰痛の定義ですとか注意点ですとか、それからすぐにできる効果的なエクササイズについてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。改めてになるんですが、腰痛とは何か。腰痛とは腰、足の症状を伴う場合もあるんですが、を主とした痛みですとか張りなどの不快感といった症状の総称のことを言います。で、推計では日本人のおよそ 30%、大体3から4人に1人がですね、悩まされているというふうに言われています。なので、中でも全人口の、ほぼ過半数を占める15歳から64歳までのいわゆる働く世代に限って言うと、有訴者、いわゆる痛みを訴える方はほぼ6割に上るというふうに言われています。なので、腰痛というのは治療ももちろん大事ですが、予防ですとかセルフケアも含めて早期からの対策ということが大切にはなってくるんですが、その前提としてなんですが、このスライドの次の項目のいずれかに該当するという場合は、背後にですね、腫瘍ですとか感染ですとか骨折などのこう重篤な疾患合併しているというケースがあります。なので、そういった場合は自己判断をせずに、早めに医療機関でのですね、診察とか検査をお勧めいたします。これをレッドフラッグというふうに言います。で、一つ一つ解説をさせていただくんですが、まずは発症年齢が20歳未満、または55歳以上の方、それから時間や活動性に関係のない腰痛がある、つまり寝ていてもじっとしていても絶え間なく痛みがあるという方、それからがんですとかステロイド治療ですとか HIV 感染の既往がある、例えばがんの病歴があったり、長年こうステロイド剤を使用していたり、 HIV 陽性の方、気をつけてください。それから広範囲に及ぶ神経症状がある、例えば足の放散痛であったり、しびれですとか感覚障害があるという方、それから構築性の脊柱の変形、いわゆる背骨が曲がっているという方、それから栄養不良の方、食生活が不規則で偏食であったり少食であるという方、それから体重減少、いわゆるダイエットをしていないにもかかわらず体重が減っているという方、それから胸部痛、腰の痛みに加えて胸の痛みも一緒にあるという方、それから発熱があるという方がこの対象になります。
さらに内臓の問題、これを内部疾患というふうに言うんですが、これがですね腰痛に関連しているというケースも実際あります。例えば腰痛に腹痛ですとか発熱ですとか倦怠感を伴うという場合は、例えば消化器系ですとか代謝系、あの胃腸ですとか肝臓の問題が考えられますし、それから腹痛に高血圧ですとかむくみがあるという場合は、いわゆる泌尿器系、例えば腎臓等の疾患が考えられます。さらに生理痛を伴うという場合は、あの婦人科系、こういった疾患も十分考えられますので、ぜひこういった場合もですね、専門医の診察とですね、検査をお勧めいたしますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。で、ここからは、とはいっても腰痛、まずは痛みに悩んでいるという方も実際多いかと思いますので、すぐにできる腰痛解消エクササイズというのを紹介させていただきます。ただ、このエクササイズをやったから必ずすぐ腰痛が良くなる、あくまでこれきっかけというふうに思っていただければいいかというふうに思います。腰痛の大きな原因は腰の周りの筋肉ですとか骨であったり関節等に負担がかかりすぎてしまうということです。特に同じ姿勢、例えば長時間の立ちっぱなしですとか座りっぱなし、それから中腰などの不良姿勢、それからあの体をこう頻繁にねじる、ひねるなんていう動作をする場合は腰に負担がかかるということがあります。なのでこまめに姿勢や動作を意識してこれを修正し整えるということが有効であって、そのためのエクササイズになるんですが、これは立った状態で次の3つを行ってください。1つは足を肩幅よりもちょっとこう広めに開いた後に、脊柱と骨盤というのが仙腸関節と呼ばれるこの図の赤丸の位置になります。で、具体的にはお尻を触った際に出っ張り、ここ尾骨というところなんです。この斜め45度上が目安になります。ここに握り拳を2つこう作って、それを痛気持ちいいぐらいの強さでこうぐーっと押します。で、そのまま背中腰の曲げ伸ばしを息を止めないようにしながら10回を目安にですね行っていただければというふうに思います。ただし痛みが強かったり、このエクササイズをすることで痺れが強くなるという場合は無理のない範囲で行ってください。痛みを我慢して行うということはかえって逆効果になってしまうということもありますので、ぜひご注意していただければというふうに思います。こういった形で姿勢ですとか動作を意識して修正するということで、無意識のうちに立ち姿ですとか座り姿というのが美しくなって、体の動きですとかパフォーマンスが向上します。さらに姿勢や動作と私たちの思考ですとか感情というのは影響を与え合っているという特性がありますので、これによって心地いいというふうに感じることで、これが覚醒ですとかリラックスにもつながって、さらにこれが腰痛改善にもつながりますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。今回のテーマはデータから見る腰痛の原因ですとか分類ということで、腰痛に関する従来までの定説と最新の研究結果をですね比較したものをリハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。腰痛の原因を特定する過程については、日本では主に医師が行っているんですが、腰痛患者に実施する検査が主に3つ挙げられています。1つは問診です。これは診断の手がかりを得るために、直接こう痛みの自覚症状ですとか、それから既往歴ですとか内服薬等の状況の確認を行います。2つ目が画像検査です。骨の所見ですとか脊椎の変形がないかの確認を、例えば X 線であったり、それから MRI などを使って行うということがあります。それから突出的な神経検査というのが3番目になりまして、これは感覚障害ですとか筋力低下ですとか反射の異常との神経症状の有無を、場合によってこれ MRI を使って行うという場合もあります。で、これによって原因が明かされた 15% が原因が特定された腰痛、これを特異的腰痛というふうに言うんですが、これは重大な症状を引き起こす可能性があるため、やはり注意が必要です。そして残りの 85% は画像検査を行っても原因の特定が難しい腰痛、これを非特異的腰痛というふうに言うんですが、これは大多数の 80% がですね1から3ヶ月以内に自然治癒するというふうに言われてはいるんですが、やはり場合によっては痛みが長引くものというのもあります。
これはなぜかというと、痛みは体自体の感覚的な側面っていうのはもちろんそうなんですが、それ以外にも不安ですとか抑うつですとか恐怖なんか、いわゆる情緒的な側面であったり、あるいは過去に経験した痛みの記憶ですとか、そういったものでの予測なんかの認知的な側面というものも多方面でこう影響を与えているというところがあります。なのでそういった場合はその場しのぎのこう治療に陥ってしまって再発のリスクが高くなってしまうという傾向がありますので、幅広くアプローチを進めていくということが大切になってきます。でさらに腰痛は発症4週未満の急性腰痛と発症3ヶ月以上の慢性腰痛というふうに分類されまして、これを図表で表したものはこちらのスライドの方になりますので、ぜひこちら参考にしていただけると幸いです。そしてここからは最新の研究データに基づいた腰痛の原因ですとか分類についてですね、より掘り下げて解説をさせていただきます。それは2016年に日本の山口県内の整形外科の委員であったり、大学病院とか共同研究にて行われた研究、これを山口県腰痛スタディなんていうふうに呼ばれ方もするんですが、腰痛を主に訴える外来患者320人を対象にして詳細な身体診察と診断的な神経ブロックを行った結果はこちらになります。でこれによると実は原因不明の腰痛は 22% であって、残りの 78% は診断可能であったというふうに、これ従来までの認識と大きく異なる実は結果になったことが報告をされています。でその詳しい分類をこちらで見てみると、最も原因が多いのは椎間関節性の腰痛というものになってまして、続いて筋筋膜性の腰痛であったり椎間板性の腰痛というふうにこう続いていきます。でこれどういうことかというと、従来まで原因の特定が難しいとされていた腰痛であったとしても、きちっと調べることで原因が突き詰められる可能性が高まったということがある意味示されたと言えます。さらにこれをもとにこうガイドラインですとかしっかりとした医学的な根拠に基づいてですね、治療を行ったりセルフケアを含めた適切な対策を行うということで、より腰痛解消ですか、腰痛改善を図ることができる可能性が高まったというふうに言えますので、ぜひこの点をですね参考にしていただけると幸いです。今回のテーマは腰痛をガイドラインから読み解くということで、腰痛改善の指標ですとか道しるべとなる腰痛診療ガイドライン2019というものから抜粋したり、こう一部ちょっと改変させていただいて腰痛対策として行うように強く勧められているというものをリハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。でこの腰痛ガイドライン具体的には6つあるんですが、これ順に挙げさせていただきます。1つは急性腰痛は自然に症状がなくなることも多くて安静よりも活動性維持の方が有効ですというのがあります。急性腰痛、例えば腰椎の圧迫骨折ですか、いわゆるぎっくり腰というものが挙げられるんですが、この際とりあえず安静ですとか怖くて体を動かせないという対応しがちなんですが、むしろ活動性を維持した方が痛みの軽減であったり体の回復には優れているというふうにされています。そのためにはやはりむやみに自己判断をするのではなくて、医師ですとか専門職にですねしっかり指示を仰ぎながら治療を進めていくということがおすすめになります。それから腰痛予防には運動療法、認知行動療法、環境の改善が有効であり、一方でコルセットには直接的な予防効果はありませんということがあります。腰痛は不具合が生じる前の予防というのが実は重要だというふうに言われています。予防したから必ず腰痛にならないということはないんですが、やはり予防的なアプローチをすることでその悪影響をですね、こう最小限に抑えるということができます。でその際にやはり運動療法ですとか認知行動療法というのが推奨されていますし、さらに特に職場環境ですね、こちらを調整する、例えば普段使っているものの高さですとか、それから道具の調整をする、あるいは具体的には25キロ以上のものを持ち上げるのを避けるなんていうことも有効だというふうに言われています。あとコルセットには実は直接的な予防効果はないというふうにされています。ただこれはコルセットが決して悪いと言ってるわけではなくて、コルセットはやはり過度の依存を招くという可能性がありますので、
要性ですが、時期に応じて適切に使用するということが効果的になります。それから仕事における心理社会的要因というのは、腰痛の発症ですとか予後に関わって腰痛を長引かせますということがあります。近年なんか特に長引く腰痛、いわゆる慢性腰痛は腰自体の問題のみならず、例えばうつですとかストレスですとかやりがいですとかサポート体制などいわゆる社会心理的な要因の影響というのが示唆されています。なのでこの点まで含めて腰痛をセルフコントロールできるようにするということが大切になってきますので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。さらに続けて言うと、喫煙ですとか飲酒ですか運動不足は腰痛発症リスクと関連があるというふうにされています。やはり腰痛を解消したり再発防止をするには、腰痛発症リスクを避けるということがその第一歩というふうになってきます。まずはそのためにやはり喫煙ですとか飲酒を避けるということがあります。さらに運動不足、やはり避けていただいた方がいいんですが、なかなか運動するって結構大変なので、生活をする上で何気なく行っている行為を工夫することで、自然にこう運動ができる習慣を作るということがあります。例えば歩きですとか自転車通勤です、階段をより利用するなんていう人ってありますし、それから座った状態でなく可能であれば立った状態で仕事をする、打ち合わせをするということもありますし、それから部屋のゴミ箱ですとか棚をあえてですね、一つにまとめて動きたくなる空間を作るということもあります。さらに今健康系のアプリであったり動画サービスもありますので、こういったものを活用するという方法もあります。それから慢性腰痛に対しては運動療法が効果的ですというのがあります。日本人の現状を考慮したような科学的な根拠というのは実際実例として出てまして、ストレッチや筋トレであれば週60分以上、歩行であれば1日60分あるいは8000歩以上というのが言われています。ただこれは個人差もありますので、その強さですとか量をやはり調整した上で、可能なものから取り組んでいただいて、今より少しでも体を動かすということがいいというふうに言われています。それから体重管理ですとか健康的な生活習慣ですが、穏やかでストレスが少ない生活が腰痛対策には有効ですというふうに言われています。まず体重と腰痛には関連があるというふうに説明します。具体的には BMI という数値で言うと 18.5 から25の間に収めるということがいいというふうに言われています。 BMI が30以上になる方、いわゆるこの方が肥満と呼ばれる方になるんですが、さらに若い時に比べて体重がこう増加したという方はやはり注意していただいた方がいいかと思います。それから健康的な生活習慣としては、例えば日光をしっかり浴びることですとか、それから入浴をして腰をしっかり温めること、あるいは睡眠を6から8時間、良質な睡眠をしっかりとるということがあります。さらに穏やかでストレスが少ない生活というのは、この生活習慣ももちろんそうなんですけど、これに加えて認知行動療法ですとかマインドフルネスを活用するなんていう方法もあります。でこういった形で腰痛はですね、医学的な根拠ですが理論、これをエビデンスというふうに言うんですが、に基づいて対応するということが根本解消につながりますので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。今回のテーマは発症4週未満の急性腰痛に分類される腰椎圧迫骨折といわゆるぎっくり腰についてですね、リハビリとケアの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずは腰椎圧迫骨折、椎体圧迫骨折とも呼ばれるんですが、これは例えば転倒したりですとか尻餅をこうついてしまうことで外から大きな力が加わったということ、あるいは重いものをこう急に持ち上げたりしたということで背骨が潰れてしまったりひびが入ってしまったり、まさにこのスライドのような状態になってしまっていると言えます。で一般的には耐え難いほどの激痛が現れるんですが、発生の初期には痛みを伴わないというケースもあります。なので何もしていないうちに、知らないうちに骨折をしているというケースも実際あります。また座っていたりですとか立っていたりするよりも寝ている状態から起き上がる際に痛みが強いというのもこの腰椎圧迫骨折の特徴になります。で
発症の大半が65歳以上のいわゆる高齢者と呼ばれる方になりまして、中でも骨粗鬆症であったり、あの骨密度の低下が著しい閉経後の女性のリスクはですね、男性の2から3倍高いというふうに言われています。で、治療する際はまずは骨の形成を促したり骨吸収を抑える薬を用いる、こう薬物療法を行いながら、最初の2から6週目程度までは患部の安静が不可欠になりますので、まずは体幹ギプスでこうしっかり固定して運動を控えるということをします。その後抗生コルセットをだいたい3ヶ月をですね目安にこう使用していただいて、活動量を調整しながら筋力強化、特に背中脊柱起立筋の筋力強化を図るということがポイントになってきます。で、加えて骨粗鬆症を伴うということが多いので、薬をしっかり服用することですとか、あのカルシウムを含む食事をしっかり摂取することですとか、その吸収を助けてビタミン D をしっかり摂取することという中でも、これも生活指導の中に入ってきます。で、骨折後やはりあの腰がいわゆる丸まってしまったり、延敗というふうに言うんですが、こういうことになりやすいです。で、こうなってしまうと例えば心肺機能も低下してしまうし、逆流性食道炎にもつながってしまいますので、やはり正しい姿勢を保ったり骨折を繰り返さないということが大事なポイントになってきますので、あとこっち の圧迫骨折は比較的良好ですので、ぜひこのあたりもですね参考にしていただければ幸いです。で、次にぎっくり腰について解説をさせていただくんですが、このぎっくり腰いわゆる通称でして、正式には急性腰痛症というのが正しい言い方になります。例えば物を持ち上げたりですとか、中腰になったり過度にこう腰をねじったり、あるいは前だったらくしゃみをしたりですとか、前かがみの姿勢を取るなんていう動作を行った際に激痛が生じてしまって、体がこう伸ばせなくなってしまったり、腰周りの動きが制限されるなんていうことが現れてきます。で、これは腰の周りの筋肉ですとか靭帯ですとか関節、軟骨にやはり過度な負担がかかってしまったことが主な原因だというふうに言われています。あと、このぎっくり腰はやはり画像検査を行っても明らかな異常が認められないということも実際よくあります。一般的には年齢が重ねるほど加齢に伴って生じやすいというふうに言われてはいるんですが、若い方でもそうですし、例えばプロのアスリートでも生じてしまうということがあります。で、これ対応としてはまずとりあえず安静というふうにしがちなんですが、むしろ安静は回復を遅らせてしまうという側面がありますので、安静はやはり最小限に留めていただいて、むしろ早期から活動性を戻すということをお勧めさせていただきます。特に猫背なんかで骨盤が後傾してしまうと、これが不良姿勢を招いてしまいますので、骨盤をしっかり起こすと立たせるということを意識していただいて、それに関連するですね腸骨筋ですとか大腿筋膜張筋というところがこう過度に緊張してますので、その緊張を緩める対策というのが有効になってきます。あと、座りすぎなんかのこう同じ姿勢を取り続けるなんてことはやはり誘発要因になりますので、こまめに姿勢を変えるなんてことも有効な対策になってきます。で、このぎっくり腰は腰痛の中でも比較的治りやすくて予後がいいというのがあるんですが、だからこそ再発を繰り返してしまってっていうこともありますので、やはりぜひこの辺りも注意しながら参考にしていただけると幸いです。今回のテーマは原因が特定されている特異的腰痛症であって、かつ発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症という2つの腰痛を引き起こす疾患についてですね、こちらリハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずは腰椎の椎間板ヘルニアなんですが、じゃあそもそもまず椎間板とは何かというふうになります。椎間板は背骨の間に位置をして、こう背骨にかかる衝撃負荷を和らげる、いわゆるクッションのような役割を果たす軟骨です。スライドの方にもあるんですが、ここが損傷をしてしまって、その中の髄核というものがあるんですが、これが飛び出して神経を圧迫している状態、これが椎間板ヘルニアというふうになります。特に前かがみの姿勢で負担がかかるということがありまして、
運動時に鋭い痛みが現れるということもありますし、あの足の方ですか、お尻の方がしびれてきたり感覚障害を引き起こす、あるいは筋力低下が現れるなんてことがあります。実際あの背中を曲げると腰が痛いとか、普段猫背であるという方がこれ該当します。で、原因としては加齢、年齢を重ねることであったり、肥満であったり、長時間の座位を取る、こういう生活習慣であったり、あるいは中腰なんかの作業が主な原因というふうになりまして、主に20代から40代の男性に多いというふうに言われてはいるんですが、ただ痛いから必ずヘルニアであるとは限らないケースも実際あります。あの治療はですね、まずは激しい痛みが治まるまでは3ヶ月程度は目安にですね、こちらコルセットを用いながら、まず患部を安静に保つということがあります。それから必要に応じて消炎鎮痛剤、いわゆる薬物療法であったり、それから早期回復を望む、特にあのプロのアスリートの場合は手術をするなんていうことも場合によってはあります。その後、痛みが生じない範囲でやっぱり体を反らす運動というのは有効になってきます。中でもお腹のあたりの腹直筋であったり、あのお尻の大臀筋、あの太ももの下のハムストリングスというところは緊張が高いので、こういうところはリラクゼーションするというところと、あの足を持ち上げるあの腸腰筋であったりですか、背中の多裂筋という筋力は逆に弱くなっているので、この筋力強化というのを行っていきます。同時に腰への負担を減らすということは大事ですので、やっぱり過度にこう体をこう、かがめたりですとか、あるいは長時間の座位ですとか立位を避けるなんていうことが生活指導としては有効になってきますので、ぜひこのあたりもですね参考にしていただけると幸いです。さらに脊柱管狭窄症について解説をさせていただきます。この脊柱管というのは背骨の中にあります神経の通り道のことを言います。その中を通過している神経がですね、圧迫をされることによってしびれが出てきたり、筋力低下であったり、場合によっては排尿排便障害、膀胱直腸障害が現れるなんていうこともあります。特徴としては背中を反らすと腰が痛いということがありますし、中でも歩き始めたりすると痛んであったりしびれが出てきたり、それから脱力感が現れてきて、これ座ることで休むと収まるんですが、また歩き始めると痛くなる、これを間欠性跛行というふうに言うんですが、これが特徴になってきます。で、50代から60代のいわゆる中高年の男性が多いというのが言われています。で、治療に関してなんですが、まずこの脊柱管狭窄症は脊柱の構造的な変化が原因であるということが多いので、自然経過ですとかセルフストレッチのみでは実際改善が難しいというところがあります。なので薬物療法ですとかブロック注射であったり、コルセットを使用して症状が重度の場合手術をするということもあるんですが、やはり元々の障害が原因になってくる二次的な問題、それを運動ですとか姿勢ですとか生活に関するアドバイスを通じて改善や予防に努めるということがあります。具体的には3つポイントがありまして、1つは心肺機能ですとか筋力低下に対する運動支援ということがあります。特に有効なのが自転車ですとかエアロバイクなんかを使った有酸素運動です。それから背中を伸ばす脊柱起立筋であったり腸腰筋というところはやはり緊張が高いのでリラクゼーションをしたり、それお尻の筋肉大臀筋は逆に筋力を強化した方がいいというのも言われています。それから腰に負担をかけない姿勢の改善というのも2番目のポイントになってきます。これは必要以上に背中を反らす姿勢を取ったりしてしまうことですが、逆に過度に前かがみを取ってしまうことっていうのはやはり避けていただいた方がいいです。膝をしっかり使うなんてことがいいというふうに言われています。それから3番目としては暮らしにおけるアドバイスということで、例えば台所であったり作業台の高さを調整したりですか、長時間立位を保持せざるを得ないという場合は、例えば足をだけを乗せる台を置いて、これ交互に足を乗せるなんていう方法もあります。あと生活の中で多いのは掃除機をかける際なんですけども、やはり過度に前かがみになったり過度に背中を反らすなんてことがないように、こういったところをですね生活のアドバイスというふうにさせていただきますので、よろしかったら参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。